この列車は15両です。この列車の前より5両は籠原止まりとなります。次は川崎に止まります。グリーン車はオレンジ色の柱番号4番と5番でお待ちください。まもなく7番線に上野東京ライン高崎線直通普通高崎行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。この列車は15両です。この列車の前より5両は籠原止まりとなります。7番線には品川、東京、大宮方面、上野東京ライン、高崎行き15両編成で到着いたします。前行きの5両は途中駅、加古原駅で引き離しを行います。上野東京ライン高崎線直通電車の高崎行きです。
川崎、品川、新橋、東京、上野、奥、赤羽、浦和、埼玉、新都心、大宮の順に高崎線、高崎まで各駅に停まります。先頭15号車、一番後ろが1号車、後ろより4号車と5号車グリーン車です。前より5両、11号車から15号車、前よりの5両は高崎仙台籠原で切り離しとなります。後ろ10両が終点、高崎まで参ります。ご利用先の主な駅の到着時刻ご案内とします。品川には14時59分、東京15時8分、東京駅には午後3時8分、7番線到着予定です。上野15時14分、赤羽15時25分、大宮15時33分、大宮15時41分、大宮には午後3時41分到着予定です。上野15時51分、桶川15時57分、熊谷16時28分、籠原16時35分、終点の高崎17時15分、終点の高崎には午後5時15分到着予定です。上野東京ライン高崎線直通電車の高崎行きです。次は川崎です。お出口右側です。